こんな感じでスケジュール変更させていただきまして申し訳ないです。はい、よろしくお願いします。ただいま、ただいま、ただいまです。今日はね、ここでご飯を食べようと思ったんですけど、ちょっとご飯の用意ができなくてごめんなさい。だからお家にあったアイスを食べたいと思いますごめんね。本当はゆっくりご飯を食べる予定だったんですけどそんな余裕なかったはい、なのでアイスを食べたいと思います。これ買っといたんだ、いつか食べるって思ってアイスを買ったんだ。これなんかね、生チョコを総水入りって書いてあって、あ、これは私が好きなやつだって思って。これパルムナッティー&ショコラ、これを食べる。いただきます。いやアイス食べれて嬉しいフォローしました、ありがとうございます。ありがとう、いただきます。おいしいです。うん、ふん、これ初めて食べた私、おいしいわ。食リポはなんか、いやーナッティーですね待って、なんかナッツ、ナッツがナッツの香りが香ばしい香ばしいですね。ゆけんさんこんにちは、こんにちは。はい、香ばしい美味しいですよなって言って帰っちゃったの。ナッツのこう口に含んだ瞬間にまずこう周りのねチョコがこうとろけるんですよとろけて、その瞬間にナッツの香りがこう口の中で広がりますねなのでなんかナッティーって感じです。うわ、ギフトありがとうございますおいしい、おいしい。納豆じゃないですよ本当だ、生チョコソースが入ってるよ、ほら伝わった？おいしい、おいしい。私さ、めっちゃ急いでさ、今日めっちゃ走ったんだよね今日めっちゃ走ったの私ハート、ありがとうございます。鬼ダッシュした一人で鬼ダッシュそう、マギフトありがとうございます。くまちゃんみのめしありがとうございます。なんかしかも一回その携帯をお仕事終わって帰るってなった時に携帯を一回忘れて焦って、なんかまずそう荷物をまとめてる時になんか忘れてそうって思ってカバンの中を確認したらやっぱり携帯が見当たらなくて、こう元の場所に戻ってみたら普通に机の上に携帯置いてあって、あ、危なーって思った。そう、だからありがとうございます。そう、頑張った。そう、危なかった本当に。さゆりもありがとうございます。そう、久しぶりになんか痩せた気がするそう、多分痩せた楽しかったよ。はじめまして、はじめましてなんでこれはゼロカロリーですね。ゼロカロリー
パルムどこで買ったの？スーパー多分スーパー、結構前に買ってたからさ、食べてなくて、多分どこだろう、スーパーかコンビニかですかねどっちだろうね。こんにちは、こんにちは。黒着ると細く見える、ほんと確かに、なんか引き締まって見えるよね。アイスのストック他にはないです、これしかなくて、ハートありがとうございます。なんかアイスあんまりストックするタイプじゃなくて、私食べたい時に買うみたいな、うん。こんばんは、こんばんは。ちょっと次の時間分かりづらいから書いとこう、テロップに書きますね。30分までで15分から30分まで15分からん？違う35分までだ、35分まで、35分まででしょ、15分、15から18時15から18時15から優勝よろしくお願いします。レイマスターありがとうございます。こんにちは、こんにちは。雪の化粧ありがとうございます。次はねサーニャンだよ。そうサーニャン久しぶりのサーニャン登場、雪の結晶ありがとうございます。なんかアイスってさ、こうなった時にさどう食べようか迷うよね。焼き鳥とかもそうじゃない、焼き鳥が一番怖くない？なんかさこの棒が長いじゃないですか、焼き鳥の方が。だからさこうなった時に、最後の一個になった時に結構さ、なんかさやばくない？なんか喉に刺さりそうでさ、みんなどうやって食べてるんだろうって思って。レイマスターありがとうございます。横から食べるよね。でもなんかお箸とかがあった時はさ、そうお箸で取るけどさ、ない場合がさ結構危なくない？ね、なんかこうなった時がピンチ。焼き鳥はこれは大丈夫だけどさ、ありがとうございます。最後の一、最後の一個あえて食べない、食べないんですか食べないの？焼き鳥の最後の一個、もったいないそうなの？確かに食べるの大変ですもんねそうなの？そういう方もいるの、ハートありがとうございます。そうなんだ、すごいかっちょいいですすごいハートありがとうございます。そうなんだね、いろいろな方がいらっしゃる。うん、ハートありがとうございます。雪
木戸決勝もありがとうございます。そうでも私いつも迷ってた、その焼き鳥の残り1個ねえって絶対的にさ、なんかさ棒がさ今のアイスの棒より長いわけだからさ怖い、しかもなんか尖ってるから、尖ってるっていうかさ丸みがないじゃないですか、だからさ怖くない、本当に喉に引っかかりそうで怖いなっていつも思ってる。雪の結晶ありがとうございます。ハートありがとうございます。これから食べない選択肢ができた、ね、うーんそうだけども、ハートありがとうございます。誰もありがとうございます。私は焼き鳥はねあれが好き、タレってよりかは塩の方が好きかもしれない誰もありがとうございます。ハートありがとうございます。あくまちゃんタワーありがとうございます。くまちゃんタワーありがとう、ありがとう、本当にありがとうございます。ありがとう皆様、ありがとうございます。くまちゃんタワーお絵かきしますね。ありがとう7777フォロワー様、おすごいめっちゃ増えた。やっぱさイベントすると本当にね増える、ありがたいことに。ありがとうございます、フォローしていただいて。そうでもさ1日目のさそのフォロワーの数をスクショしてなくて、途中で気づいてスクショしたんですけど、どれぐらい増えたのか。うん、サリもありがとうございます。ハートありがとうございます。チェケンス遊びに来てありがとう。よかったらイベントしてるので応援してってください。ハートありがとうございます。お絵かきしていきます。うん、これでノート最後だ。両面使って最後だ。よいしょ、サリもありがとうございます。あとさ今後の予定をさまた訂正したやつを755に載せたじゃないですか。でもあれもまたさらに訂正されるので、ちょっと待っててください。もう作ってはいるので、それをまた一旦送って、それで問題がなければ決定にしたいと思います。何回も何回も申し訳ないです。明日が配信できる時間が増えたから増やしました。そうそうそう、すごい明日はねラッキーって思って、だからちょっと刻んでやりたいと思います明日。はい、ということでくまちゃんだわ、ありがとうございます。ありがとう、レイボスターありがとうございます。サイリウムもありがとうございます。ありがとうね。裏が映っちゃってたごめんね。でも後でちゃんといるんでね。ありがとうございます。ありがとう、サイリウムもありがとうございます。スケジュール考えてくれてありがとう。いや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 、皆さんもこうここちょっと違うんじゃないとかって教えてくれてありがとう。本当にアドバイスも本当にありがとうございます。お手紙ありがとうございます。35分まで大丈夫だね。サイリウムありがとう。みんなのおかげで今1位、ありがとうございます。本当にありがとうね。明日はたくさん配信できてちょっと時間空いてしまうところもあるんですけど、今日ほど開かないので大丈夫なんですけど、今日が多分イベント期間の中で一番配信枠取れなかった時間なので、今日なんとか乗り越えてアサリムハートありがとうございます。で明日は9分枠かなり多めに取っているので、平日だからちょっとお仕事とかで来れないところもあると思うんですけど、枠を増やしたのでぜひ来れるタイミングに来ていただけたらなと思います。くまちゃんミノムシハートありがとうございます。で土曜日は昼夜公演なので、朝とその
公演が始まる前と公演が終わった後のお昼と公演終わった後、また公演終わった後の夜に時間の時に配信したいと思います。今日よりかは時間が取れるのであれなんですけど、レモスターありがとうございます。うんうんうん。でもやっぱ後半になるとこうかなり順位が変動してくるなぁと前回のイベントでも感じたので、気を抜かずに頑張りたいなって思います。ぜひ応援よろしくお願いします。うんうんうん、確かに公演前に配信するも研究生公演ぶりかもしれない懐かしいですね。そう、公演の日はカウント枠とかも作ったので、うんうん、忙しい、あ、忙しい中ありがとう。いや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 、こちらこそありがとうございます。本当にあのね、私のためにさ、私がやりたいっていう夢のためにこんなにも皆さんが応援してくれることが本当に嬉しくて、本当にもう感動してる。私は本当にだるま手袋ありがとうございます。そうそうそう、本当にすごいことだと思う。みんな本当に優しい方ばっかりでありがとうございます。すごいよ、本当にすごいよ。みんな雪の結晶だるまありがとうございます。だってさ、みんながこんなにさ応援してくれててさ、なんかさ、いや人のためにこんなに頑張れるみんなって本当にすごいし、もうめちゃめちゃ尊敬してる。私は本当にありがとうございます。そう、いやすごいよ本当に、みんなありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。尊敬してます皆さんのことを、ありがとう。なのでみんなもこんなにもたくさん応援してくださってるので、私も楽しい配信できるようにずっとイベント前から言ってるんですけど、カウント、あのなんていうの、そのただの作業にならないように頑張ります。うんうんうん、ありがとう本当に。ハートありがとうございます。やっぱり私は配信することしかできないからさ、ハートだるまありがとうございます。だからね、こういう1位でずっといられるのも私のおかげじゃなくてさ、自分のおかげなわけじゃなくてファンのみんなのおかげだから、本当に感謝してます。ありがとうございます。可愛いギフトありがとうございます。花束ありがとう。だるまもありがとうございます、ね、みんな本当にありがとうね。だるまたくさんありがとう。サイリウムだるまありがとうございますね、ありがとうね。本当に朝早くからこんなね毎日24時までやってるんですけど、ありがとう。このイベントで絆深まるよね。え、もちろん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 。だるまありがとうございますね。本当に何回ありがとうって言ってもちょっと足りないぐらいありがとうと思っています。本当にありがとうございます。皆さんたくさんたくさん応援してくださって、だるままらありがとうございます。三振間に合った、お、ありがとう。仮眠は取れてますか？でもね、移動時間とかお仕事の移動時間とかには寝てるので大丈夫です。だるまありがとうございます。そう、なんか、あ、意外にまだまだ若いなって思いましたポジティブそう、ちょっとまだ若いわって思ったなんとかなってるみたいな感じですよね。そう、みんなも本当にあの無理しないで、あの休んでください。休めるときに本当ちょっと寝るだけでも違うと思うのでね、お互いに体調には気をつけて1週間乗り切って1位で終わりましょう。よしはい
めました。こんにちは、こんにちは。蝶々さんが向上ランキングの100位にいるのすごい。さすが、確かに確かに確かに、すごいありがとうございます。そろそろあと3分ぐらいで終わりの時間なんですけど、どうでしょうか。3週カウントできたかな、できたかな、できたかな、できたかな。やばい、アンチの人がいる。アンチの人がいるけど私は気にしないです。ハートありがとうございます。頑張って、ありがとうございます。ハートありがとうございます。えっているね、わらね。で、私なんか最近通報とかするのめんどくさくてさ、しないんだよな。ハートありがとうございます。3周できた、ありがとうね。ポイントになるからありがたいよね、本当に。ありがたい。そうだよ、1ポイント獲得いっちゃうタイプ。いや、いつも言わないんですけど、ちょっと言っちゃったわ。頑張ってください、ありがとうございます。もうちょっとで終わるの。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、新潟イズラブさん、ありがとうございます。12位ケオさん、ありがとうございます。11位デラペンペンさん、ありがとうございます。10位流行語大賞さん、ありがとうございます。9位ビッグフレンドさん、ありがとうございます。8位のりさん、ありがとうございます。7位ユッキーさん、ありがとうございます。6位マサさん、ありがとうございます。5位コロコロさん、ありがとうございます。4位ミヤフルブルーさん、ありがとうございます。3位タカノンさん、ありがとうございます。2位クマちゃんミュウミュウオシノストさんは人さん、ありがとうございます。1位ヤマリカモゴさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。ギリギリで切りたいと思います。結構余裕があるので時間に。ありがとうございました。改めて次は18時15分からサーニャンでお待ちしてるので楽しみにしていてください。ありがとうございます。あ、ミヤフルさん、多分ミヤコ、あ、ごめんなさい、私ずっとミヤフルさんって言っていました。ミヤコさんですね、ごめんなさい。ありがとうございます。さゆりもありがとうございます。ではさゆりもありがとうございます。では次の枠18時15分からもよろしくお願いします。さゆりもありがとうございます。ではまたね、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。